やる、ティーナ。ティーナもやる。ティーナ行っちゃう。できる、ティーちゃん、できる。ワン。できるの、ティーちゃんは。ねえ。ねえ。できるかね、ティーちゃん。犬の爪切りってね、結構苦手な人多いと思うんですよ。で、俺も未だにね、ギロチンタイプだと、やっぱりね、神経使うし、で、前少しね、動画でお話ししたことがあると思うんですけど、チョピは今、血液サラサラのサプリを飲んでてね、少しちょっとこの切りすぎてしまって、ワン、出血がね、なんで撫でてなの。撫でて、チョピ撫でて、撫でて、スンスンスン、ティーニャスンスンスン、ここぞとばかりのスンスンスン。はい、いいな、いいな。はいはい。ちょっとね、切りすぎてしまって出血してね、で、爪切りすぎて出血しても、まあ、ティッシュでこう、抑えながらね、数分経てば普通は止まるんですけど、前ね、5分、あ、でも10分近くね、ポタポタ、ポタポタ止まらないっていうことがあって、それからね、ちょっと怖くなっちゃったんです、俺。うん。明らかに長くって、引っかかるぐらいね、長くなってる爪を少し切るのは全然問題ないんですけど、なんかギリギリのところまでなんか攻めて切るっていうのはね、なんかちょっと怖くなってしまって、と思ってたんですけど、よいしょ、これね、新しいちょっとアイテムをね、買ってみたんです。てれれれってれー。これね、電動の、爪トリマー、電動爪トリマーっていうね、よいしょ、食べ物じゃないよ、それ。ね。っていうアイテムで、これがね、買ってみて、まあちょっとね、これ大正解だったっていう風なんで、ご紹介をしておきます。で、これだと複雑になんかそのちょっと伸びすぎてる爪でも多分ね、少し慣れれば多少の音がするのでね、ワンコがそこの音に慣れてくれればね、誰でも家で爪切れるんでね、チョピチョピ。で、これね、これキャップになっててね、で、こいつを取るとこういう形になってて、こういう風な形のね、隙間があって、例えばまあこの俺の爪を切るとしたらこういう感じでね、あー、チョピちょっと危ないな、チョピなにもう、トントントン、はい、トントントン、はい、トントントン、トントントン、スンスンスン、あ、トントントン、スンスンスン、あ、トントントン。はい、ちょっと待っとって、ちょっと待っとって、待っとって、向こう行って、ちょっと向こう行って、はい、向こう行って、危ないで、向こう行って、はい、ティーちゃんも向こう行って。でね、USB 充電ができるんですけど、めちゃめちゃ安いんですよ。これ1800円ぐらいだったかな。あとでまた概要欄貼っときますわね。これがヤスリになってて、この大型犬と一応小型犬の爪ができるようになってます。例えば大型犬の爪がね、こうあるとしたら、これ爪だとしたらね、これ爪だとしたら、この指自体が爪だとしたら、こうやってね、こうやって当てがっていくと、こっちかな、当てがっていくと、ビーっとね、ここが短く、削れていくよっていうことでね、ちょっとね、俺爪切ったばっかりなんで、ちょっとわかるかどうかわかんないし、長い爪がないからな、結構爪まめに切るんでね。まあ、ちょっとやってみましょうか。左でちょっと怖えから、これね、わかりますかね、これ回ってるの、わかる、これわかる。で、音も意外に静かで、こっちだとこんな風にね。で、小型犬のこの爪の場合はね、こっちです、こっち。
こっちに爪をこう当てがってね、ジョ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 と削っていくと。ちょ、俺やってみましょうか、まずね、爪ね。わかるかな？めっちゃ削れるの分かります？これ分かるかな？分かる？これなんか削るのなんかないかな、なんかないか、これ削れんかな。あ、これでやってみよっか、この火鉢で。ね、これこんな形ですよね。やりますよ。ここ削ろっか。この角。この角のカチカチのところ。トキトキのところ。あ、こっちのいいね。このトキトキのところ削ってみましょうか。いいですかね。これね。これね。いくよ。いくよ。見てくださいよ、これ。これビフォーね。毛がついとるがよ。毛がついとるって。このトキトキのところ。こいつ。武器にならそうなぐらいこの尖ってるところ、こいつをね、これどうすか？すごい削れてるの分かんないですかね？これもう一回いきましょうか。これこのトキントキンところ、棒じゃねえからちょっと分かりづらいかもね。あ、中入っていかないからね。でもあっという間に削れるの、まあこれだけ粉吹いてるんでね、分かると思うんですけど、これはねすごいいいような気がします。ちょっと実際やってみましょうか。ちょっと待ってね、ちょっとねライトで照らしてますけど、まあ今ねティーナで言うね、取りにくいな。ティーちゃんお座りして。ティーちゃんティーちゃんティーちゃん、何かこれから起こることをティーナなりに予想してるね。なんか怖いことが起きるのかな。まあこれ見るとね、ここの爪、この爪ちょっと長いですよね、これね、これね、これね、うん、こいつをちょっと削ってみましょうか、うん、見えるかな、わかるかな。ティちゃん頑張れよ、ティちゃん頑張れ頑張れティちゃん頑張って、いくよティちゃん。ちょっと怖いな。わかるわかる。ちょっと怖い。頑張れ。ティちゃん頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れティちゃん。うん、ティちゃん。ちょっと音にね、慣れるまで、ちょっぴは全然余裕なんだけど、まあ当然怖いわね。怖い怖い。ちょっと。頑張れ、そのままでいいわ。その体勢のままでいいから。ね。オッケーオッケー。よしよし、大丈夫大丈夫。ああ、そう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 、それでもいいよ、別に。それでもいいよ、それでもいいよ、いいよいいよ。ああ、そう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 、オッケーオッケー。で、一応ね、なんか一応削りすぎ、慣れるまではってことで、あの、一本の爪に対してね、5秒以上はしないようにっていうことは一応書いてあったんで、確かにそう思う。慣れるまではね。うん。うん。という感じです。
ティーナではね、ちょっとなかなか難しいで、チョピおいで。チョピおいで。チョピはね、爪をね、この前ね、結構その、切ったんで、その長い爪がね、ない。チョピおいで。ちょっと来て。チョピこっち来て。こっち来て。こっち来て。お座りしてごらん。お座りは？チョピお座りしてごらん。そうそうそう。長い爪がないんだよな、あなたはな。まあ、無理にやる必要もないので、うん、また見せますね。見せますけどね、これはね、あ、ちょっと待ってね。これはね、結構買いだと思います。慣れたらすごい簡単だと思う。あの、俺、爪やすりでなんかこうやってシャ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 ってやってたじゃないですか。あんなこと全くやる必要ないね、これ。うん。概要欄ね、リンク先貼っておくんで、まあ、一回興味がある人は使ってみてください。もっと、まあ、前からね、買っときゃよかったと思えるぐらい、これは超便利アイテムだと思います。チーナ逃げてった。まあ、こんな感じでね、この音にね、音に慣れてさえくれればね、すごく簡単にね、爪短くすることできると思うんで、うん、まあ、もしよければね、一回試してみてください。以上、電動爪切り、犬猫用のね、グラインダー、の、ご紹介でした。よっしゃー、よし、OK。ちょっとこう掃除せないからね。こういうんだね、こういうのね。こういう爪のね、粉が出るね。よし。じゃあ、それでは皆さん。またお会いしましょう。じゃあねー。バイバイキーン。チョピー。ティーちゃん。ティーちゃん、頑張ったね。怖かったね。ごめんね。ごめんね。少しずつ慣れていこうな。少し慣れていこう。チョピーは今度ね、また爪長くなったらさせてね。うん。じゃあねー。バイバイキーン。